メンバー同士がガチの大乱闘、そっち犯罪事件を起こしてメンバーが逮捕、まあ、番組の途中に亡くなったり。そんなあった、はい、これはメンバー同士の喧嘩は竹原さんが止めなきゃいけなかったんですか。そういう時もありましたね。なんかね、オーディションの時ですか、なんか血迷ったやつが狂気を持って暴れ出したんですよ、オーディションで。これはやばいなと思って必死に止めましたよ。本当もうやばかったです。あの朝倉さん、ブレイキングダウンが見てもそういうやついますよね。いますいます、ね、スタンガン持ってきたやつもいるし、スタンガンとか警棒とか持ってきたやつもいるんですよ。本当なんで目立ちたいっていう、目立ちたいというか本当にやろうとしてる人もいますよ、うん。まあ、ガチンコの当時もそうなんですけど、参加なんで普通に話せるんですか。こんな怖いトークの後でスタンガンと警棒。